こんにちは、直樹です、今日はですね、また過敏性腸症候群の話をねさせていただこうかなと思います。まあ、知ってる方もいらっしゃるかとは思うんですけれども、僕のね、病気が、過敏性腸症候群でねいう病気を、抱えていてですね、で現在ですね、夜勤で、工場のライン仕事をねしてるわけなんですけれども、夕べもですね、夜勤にね、行ったわけなんですが、まあ2時間いなかったんじゃないかな。もうね、お腹が痛くなっちゃって痛くなっちゃってね、もう早退してね帰ってくる羽目になっちゃったわけですよ。で、今までね、この工場のねライン仕事をしてきた中で、早退したのはね今回が初めてだったわけです。はい。まあ何回もねこうお腹が痛くて、まあトイレに行ったりとか、まあもう今日はやばいかもってね思ったことはねあったんですけれども、まあ早退するまでには至らなかったというかね、まあ1、2回ちょっとトイレに行けばだんだんお腹の痛みが和らいできて、で、最終的にはね最後まで普通にね仕事ができるっていうようなね状況が、まあ大体のねいつもの日課だったわけです。で、ここ1ヶ月ぐらいはね、まあ食べ物に気をつけてるのもあってか、薬が効いてるせいもあってかね、すごく調子が良かったんですよ。すごくね、お腹も痛くなくて、たまにはね、痛くなるけど、まあそれもね、すぐに収まったりとか、膀胱管、ガスが溜まって膀胱管がね、腸にあったりとしても、それも割とね、早くに、こうガスが抜けて、だいぶね楽になってきたりとかっていうね、感じだったんですけれども、昨日はねもう本当にね、冷や汗が出るぐらいね、やばくて、もう腹痛がひどくて、でもう立っていられないぐらいのね感じだったので、まあちょっとね、早退することになったんですけれども、まあね、なんで昨日そうなっちゃったのかなってね、ちょっといろいろね食べ物とかをこう考えてたんですけれども、まあなんかこう思いつかないんですよね。低ホドマップ食品と言われるね、こうガスが発生しにくい食べ物をね、選んで食べてたわけですよ。まあちょっと強いて言うならば、まあちょっと食べ過ぎたかなっていうぐらいで、はい。まあそれが原因といえば原因なのかもしれないですけどね。でね、前日の日に、こう、まあ僕ね、その過敏性腸症候群の、薬でですね、イリボーっていうね、下痢止め薬を処方されてるんですけれども、そのね、イリボーっていうね、下痢止め薬は結構ね、強い薬で、で、お医者さんからもですね、これは本当にね、お腹の緩い時にね、飲んでくださいよとは言われてるんですけど、それを飲んでても結構ね、こう、お腹を下しちゃったりとかっていうことがあったから、前回ね、受診した時に、そのことを話したわけですよね。そしたら、とりあえずは、その量を増やして、40日分ぐらいのね、量を、処方しますよということで、で、一応ね、1日、1回、飲むような感じで、してくださいみたいな感じで言われてたんですよ。極力ね、これは強い薬なんで、本当にね、こう、下痢で、ひどい時に、飲むのをお勧めしますみたいな感じだったわけですね。でもですね、やっぱり、それ飲んでないとね、すごい不安なんで、仕事の出かけにね、必ず、その、いつもの、下痢止め薬、弱い下痢止め薬と、調整剤と、で、そのイリボをね、飲んでから、仕事に行くような感じにしてたわけですよ。でもね、やっぱりね、そのイリボの薬が強いせいか、飲み続けてたらね、今度は便秘になってしまって、で全然ね、出てこなくなっちゃったんですよ。そうすると、そうしたで今度ね、お腹の中にね、異物感があって、お腹がパンパンにね、こう膨らんでて、ただでさえ太っていて、で呼吸もしづらいところにね、でしかも
この過敏性腸症候群でこうガスが溜まりやすいね体なので、もうほんとね、苦しくてお腹がパンパンに張って、で呼吸もしづらいし、で動くのも結構やっとみたいな感じになって、でもトイレに行ってもね出ないと。でこれはねちょっと苦しいなと思いながらね、まあ苦しいけど、まあ、トイレに行く回数は減るから、まあ仕事は普通にこなせるわけですよ。ただ苦しいっていうね、うん、感じでね。でそれをちょっと解消したくて、ゆうべはですね、そのイリボーを飲まずに、まあ仕事に行ったわけですね。で仕事が始まるまではね、まあ全然ね余裕シャキシャキだったわけですよ。お腹の痛みもないし、まあ一応ねトイレには行く前に数回行って、でまあ出したから、まあ大丈夫だろうと思ってたんですよ。ただね、まあいつものことなんですけど、多少のね、こう残ってる感はありました、体の中に少しね、まだ全部できてないなっていうできてない感はあったんですけど、まあそれでも、まあそんなに下痢も激しくないし、まあ普通に仕事ができるだろうと思って高をくくってたんですけど、まあ仕事が始まってね10分もしないうちにね、もうお腹がぐるぐるぐるキュイーンってなってね、もう締め付けが始まったわけですよ、僕のお腹が。でももうそうなったらもう苦しいやら痛いやらトイレ行きたいやらでね、もう我慢できなくて、まあそのね作業しているチームリーダーに、言って、まあトイレに代わってもらってトイレに行ったわけですけれども、普段だったらまあそれでね大体お腹の痛みは収まるわけなんですけれども、昨夜はですね、まあ、全然ダメで、もう出した瞬間は良かったんです。出した瞬間はね、で戻ってきて、で、LINE の、まあ、持ち場についてまた自分と変わってねやり始めたら、もうそれでね5分経ったか経たないかぐらいでね、もうまた今度に痛くて、今度冷やせダラダラになってきて、本当にで顔も真っ青になってきて、これはもうやばいな、立ってられないなと思ってね、まあまたちょっとリーダーが近くに来たんですいませんリーダーと、もうねお腹が痛すぎて立ってられないから一回ちょっと LINE から外させてくださいと、まあ言ってね、一回 LINE から外れて、でもしねあれだったらちょっと代わりをここにあてがうんで、僕がねやってるところにあてがうんで、まあそれちょっとね休憩室で休んでくださいっていうことで、まあ休憩室に行ったわけですよ。まあそれでもね、まあお腹の痛みは収まらず、まあずっとねシク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 とね苦しいわけですよ。お腹の張りもあるし、うん、でまあ途中でね、まあトイレ行った時に薬も飲んできたんですけど、イリボーね常に携帯してるんで。まあそれをね飲んできたんだけど、そのイリボーもねすぐには効かないから、まあやっぱ消化して、まあ体に浸透してくるまでにはやっぱ時間がかかるんで、まあそこでね、もうちょっとね今日はやばいかもしれないと思ってたら、まあまあ今日はね人が結構いっぱいいるんで、まあ早退されてもね別に構わないので、まあ体を大事にしてくださいみたいな感じで言ってくれたんで、まあそのままね、じゃあお言葉に甘えてっていう感じで、昨日はね初めて早退してね帰ってきました。はい。で大体ね、9時半ぐらいに早退して、まあ10時ぐらいにはね家に着いてたんじゃないかなと思うんですけれども、まあその後ね、まあ普段その夜中の12時ぐらいになると、まあ正確には12時半からまあお昼ではないですけど昼休憩みたいなね、休憩時間があって、まあその時に給食をね食べるんで、まあその時間にね、まあまたお腹が減ってくるんで、まあ一応ね食べるものは食べたんですけど、まあお腹のね調子が悪いのは変わらない。まあ食欲はねあるんですけど、お腹の調子はとにかく悪いと。でまあね、こう過敏性腸症候群のね方あるあるだと思うんですけど、もう本当なんかねこう全然ね余裕シャキシャキだったのに、その肝心なところでねこうお腹がもう緩くなってキュイーンってなってね、もう手につかなくなってトイレに行きたくなるっていうね、まあそういう現象、まあ今回はね初めてではないですけど、
まあ、またね、ちょっと、油断してたらなっちゃいました。はい。まあね、僕は、その、過敏性腸症候群だけではなくて、なんていうのかな、こう、1年にね、1回から2回、まあね、その、今回の腹痛とはね、比較にならないぐらいのね、超特大のね、もうめちゃくちゃすごいね、腹痛が襲ってくる時があるんですよ。まあそれっていうのは、まあ15分から20分、長い時でね、30分、40分、トイレにこもってないと、まあそのね、苦しさが収まらないっていう、そういう現象がね、あるんですよ。まあそれもね、こう、若い時に20代前半ぐらいの時に、まあ、その頃、まあ、インターネットでね、調べて過敏性腸症候群っていうね、病気があるのも知ってて、で、その疑いもあったし、まあ、その時にね、初めてではないですけど、まあ、下血してたので、まあ、近くのね、総合病院で見てもらうために行ったんですよね。で、まあ、一応ね、検査としては、じゃあ、腸からね、大腸カメラを入れましょうということで、まあ、2日間ぐらいだったか、まあ、入院した、と思うんですよ。まあもうだいぶ昔のことなんでね、記憶が曖昧で、間違ってるかもしれないですけど、うん。で、その、2日間の入院で、まあ食べるものをね、抜いて、で、多分2リットルぐらいのね、飲むタイプの下剤を、まあ2本、4リットルぐらいね、2日間かけて何も食べないところでね、ゆっくり飲んでいくんですけど、まあそれがね、まあ水よりもちょっとね、ドロッとしてるような液体で、でしかも生あったかくて、でしかもちょっとしょっぱくてっていうね、なんかすごくね、こう一口飲んだだけでね、もう何もおな、あの中の中に食べ物が入ってない状態で、その液体を飲むと、ね、おえってくるんですよ、本当に。吐きそうになるぐらいね。まあ、気持ち悪いような感じなんですけど、まあそれをね、なんとかかんとか、2日間かけて4リットルぐらい確か飲んだ記憶がある。うん。まあそれがね、まず第一ね、厳しかったのと、まあ、まあ僕とね、同じぐらいの年もしくはね、僕よりもうちょっと若い看護婦さんに、定期的にね、まあ干潮されるっていうね、まあそのね、恥ずかしいやら苦しいやらっていうね、まあそういう苦痛がありました。はい。でね、それを経て、ようやくね、大腸カメラをね、入れる日になって、まあ下からね、カメラを入れていくわけなんですけれども、そのカメラの先端から空気が出るようになっていてですね、まあ、中に入れていくのもね、ちょっとね、苦しいんですけど、その中に入ったところでね、空気を出して、腸を膨らませるわけですよ。それがね、もう本当にね、苦しくて苦しくて、もう、ってなりそうになりますよ。で、その僕がね、年間通して、1回から2回ね、なるその苦しさ、お腹の痛さ、トイレにね、20分ぐらいこもるね、その時のね、苦痛、それがね、その大腸カメラ入れて、その先端からね、空気を出された時の苦しさにね、ものすごいよく似てるわけですよ。だからね、多分、その、年間通してね、来る苦しみもね、その、ガスがお腹の中で発生しやすいこのね、体質というか、まあそういうのがね、関係してて、やっぱりこれもね、過敏性腸症候群の、まあ、症状なんじゃないかなと、まあちょっとね、思うわけです。結局ね、病名は、確かなんですけど、炎症性腸疾患っていうね、まあそんなような名前のね、まあ病名だったと思うんですけれども、まあそれをね、言われた時に、まあ先生にね、まあ見てくれた先生に、まあ実はね、小さい頃から、まあこういう症状があって、それをインターネットで調べたらね、過敏性腸症候群っていう病名が出てきたんですけれども、それではないですかねって聞いたら、先生にね、医者じゃないのに、勝手に自分で診断するなってね、めちゃくちゃ怒られたんですよ。だからね、その時も、まあ結局ね、過敏性腸症候群の診断はもらえず、で、まあようやくね、まあこの年になって、まあ過敏性腸症候群のね、診断をもらって今、薬を飲んでるわけなんですね。まあね、こう、ただでさえね、僕、このお腹周りが、まあ内臓脂肪が多分たっぷりついていて、で、まあ普通にしててもちょっと呼吸をするのがね、苦しい時もある中、
これガスがね溜まったりとか内容物が溜まったりとかするとね、本当ね苦しいんですよ。だからね、まあ、ここはね、まあ、今まで、まあ、ちょっとねやらなかったんですけど、まあ、徐々にね、本当内臓脂肪を取るためのダイエットをね、まあ、していかなきゃなんないなということをねちょっとね思いました。本当病気になってもね実感がないような病気だと、まあ、そのまま見過ごしちゃって、まあ、ただただね、何もせずに生活するっていうこともありがちなんですけど、いや僕の場合はね、普通にまあ生活に直結するぐらいね症状が出るんで、まあ、本当ね苦しいから、まあ、ここはねやっぱりこの夏のねこう暑いのを機にね、ちょっとだんだんとね運動量を増やしていって、でまあちょっとずつねこのお腹周りのまあ硬いね僕のね内臓脂肪、まあ内臓脂肪ついてる人って多分硬いと思うんですけど、まあ普通ただのね皮下脂肪の太ってる人ってすごいねぷよんぷよんこうプルンプルンするような柔らかさだと思うんですけど、僕のお腹はドーム型でですね本当に硬いんですよ。こうつまむのがねやっとっていうぐらい硬いんで、まあその硬いのが、まあ、その内臓脂肪の特徴らしいんですけどね。でその、うん、お腹の脂肪内臓脂肪を落とすのは結構ね大変だとは思うんですけど、まあちょっとね、徐々にね努力してお腹のねお腹周りを痩せるようにしていきたいと思います。はい、まあそれとね、まあ今までこう過敏性腸症候群の症状が出にくいように、まあ低ホドマップ食品といってね、ガスがお腹の中で発生しにくい食品をね選んで食べてきたわけですけれども、これからもねそれとまあ一緒にねこうカロリーの少ない食品をね選んで、まあちょっとね、ダイエット兼過敏性腸症候群をまあ治すべくね、まあいろいろこれからね努力していこうかなと思います。まあでもね、まあ YouTube でまあいろいろ企画ものとかやるんで、まあバーベキューとかね、まあキャンプ系のね企画とかもねこれからいろいろ考えてたりとかするんで、まあその時はねお肉とかもね、食べようかなとは思うんですけど、まあこれもねライブ配信中にお腹が痛くなったらねどうしようもないんでまあでも肉系はね多分ね大丈夫だと思うんですよ。僕がダメなのは多分、麦系ですよね。大麦とか小麦とか、まあそういうもので作った製品すごく美味しいんですけどね、まあそういうのがねそういうのを食べるとお腹の中でね、消化しきれなくて、それがね残留物が発酵してガスを発生させるみたいなので、まあそういう食べ物をね、極力、まあ、取らないように気をつけていこうかなと思います。まあね今日はまたねちょっと過敏性腸症候群のねお話をさせていただきました。まあねまあいろんなねこう病気があるとは思うんですけれども、やっぱりねこう体がね資本なので、まあ病気にねかからないのが一番、体をね、体さえ元気だったらね、まあ仕事でもね、何でも多分ねできると思いますんで、まあぜひね体には気をつけて、夏もね今本番で真っ盛りなので、まあ夏バテ、もしくはね、熱中症なんかにね気をつけて、まあぜひねお過ごしください。それじゃあね今日はこれこの辺でね終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それではお疲れ様です。バイバイ。